北村聖望12月16日から1987年3月4日は、長崎県出身の日本の彫刻家。本名は、北村聖望。代表作に、長崎平和公園設置の巨大像、長崎平和記念像、国会議事堂内設置の板垣大輔王などがある。文化勲章、根樹法章受賞者、文化功労者。日本彫刻会では聖望の功績を称え、 同会展覧会における最優秀作品に贈られる賞の名称を北村聖望賞としている。また、個人寄付により、小中学生の教育美術振興を目的とした北村聖望賞基金を設け、これは2016年12月現在、北村聖望賞教育美術展として公募展の形で継続している。長男は聖望と同じく彫刻家の北村春吉。 1884年12月16日、長崎県南高木郡南有馬村白木屋に生まれる。当初長崎市藩学校に進学したが後に病気中退。1903年改めて京都市立美術工芸学校彫刻科に入学。1907年に同校を主席卒業し、同年東京美術学校彫刻科に入学。 東京美術学校時代は1908年開催の第2回分店出品作、奮闘が初入選、以後1909年第3回分店、優風法上、翌々年1911年第5回分店、奏者も法上を受賞。1912年、同校を主席で卒業した。1915年第9回分店、土塔が二等賞となり、 翌1916年第10回文典出品作、万象が特選を受賞、以後1917年第11回文典、光に打たれた悪魔が無観差となる。この1917年より、北村は東京市滝野川区に今日構え、制作に努めた。文典が定点に改まった1919 19年第1回定点以降は審査員を務めた。また、 同年広原社を結成している。1921年より母校の東京美術学校教授に就任。翌1922年には彫刻研究のためにしけ、現彫刻研究所を開設した。1925年には帝国美術委員会員となっており、1933年からは東方調査院員顧問を務めた。戦前の作品は、小玉玄太郎大将騎馬像。 山形有友玄水騎馬像など有壮な男性像、かつ繊維紅葉を意図した作品を多く手掛けた。また北村が指導し、石原昇ら7人の彫刻家、報告芸術界によって制作された戦没者7点の胸像が1939年3月19日、優秀館に献納されている。このほか、大西翼3会の会合にも芸術界の代表者として参加している。 平和記念像戦後になると彫刻モチーフは平和、自由、宗教に変化し、そういった作品を多く制作し日展に出品した。北村の代表作である、長崎平和記念像は1951年より4年の歳月を費やして内外からの城剤3000万円を資金源として作成された、制度性10メートル弱の巨大男像であり、1955年に完成し、 同年8月8日、長崎平和公園に設置されている。また、長崎原爆のみならず、広島原爆の被害を受けた広島市の市民に、対しても、飛躍や、平和関税恩母殺像など多くの平和記念像を、制作している。現代美術家名鑑賞は29年度改正版、美術クラブ出版部1947年により、日本芸術院、会員、 1949年日展理事、1958年日本、芸術院選考委員、1958年文化、勲章受章、文化功労者、1962年より、日本調査会名誉会長、1969年日展会長に、就任、1974年日展名誉会長、1953年に戦前より長く済んだ、 東京都北区から東京都武蔵野市に転居し、都立井の頭公園内に自身のアトリエを建立。後に東京都にアトリエと制作した約350点に上る自作品を寄贈。それらは井の頭自然文化園彫刻館で展示された。なお寄贈した作品はその後も増加、最終的に約500点となっている。名誉市民としても聖望は多く推挙されており、 1962年、武蔵野市名誉市民。1972年島原市名誉市民。1979年南有馬町名誉町民。1980年東京都名誉都民。1981年東京都北区名誉区民と長崎県名誉県民に選定されており、このうち東京都名誉都民を除く各自治体では初の名誉市民、県民だった。 1986年12月より風邪を患い、自宅静養していたが、翌1987年3月4日、心不全のため、東京都武蔵野市の自宅で死去102歳房つ。生前最後の絶作は1987年1月、東京都板橋区役所新庁舎前に設置された平和を祈るである。神奈川県横浜市。 八聖殿に安置される八体の像と心境。キリスト銅像、工房大師木像島原城内の聖望記念館と案内版。ありがとうございます。